フィリップ・フルゴビッチは、クロアチアのプロボクサー。ザグレブ出身。リオデジャネイロオリンピックスーパーヘビー級銅メダリスト。トレーナーは、ペドロディアス。2017年9月30日、リガのアリーナリガで、マイリス・ブレディス・ VS マイク、ペレスの前座で、デビュー戦として、ラファエル・ザンブラーのラブと対戦し、初回1分40秒 TKO 勝ちを収めた。 2017年10月5日、ザウアーラントイベントと契約を結んだ。2017年10月27日、シュベリン・ロシュポルト・ウント・コングレス・ハレで、ユルゲン・ブリーマー VS ロブ、ブラントの前座で、パベル・ソルーと対戦し、初回2分59秒小勝ちを収めた。2018年1月27日、アリーナ・リガーでオレクサンドルウシク VS マイリス・ブリエディスの前座で、 トムリトルと対戦し、4回2分15秒、TKO 勝ちを収めた。2018年2月24日、ニュルンベルクのアレーナ・ニュルンベルク・フェアズイヒ,ヒエルングで、カラム・スミス・ VS ・ニキー・ホルツ県の前座で、シーン・ターナーと対戦し、初めての判定決着となる8回3から0の判定勝ちを収めた。2018年9月8日、ザグレブのアリーナ・ザグレブで、 アミール・マンスールと WBC ・インターナショナルヘビー級王座決定戦を行い、3回終了小勝ちを収め王座を獲得した。2018年12月8日、ザグレブのドラジェン・ペトロビッチバスケットボールホールで、ケビン・ジョンソンと対戦し、8回3から0の判定勝ちを収めた。2019年2月14日、ザウ・アーラントイベントとエディ・ハーンのマッチルームスポーツと、 提携を結んだことによりフルモビッチは、マッチルームスポーツと契約を結んだ。2019年5月25日、メリーランド州、オクソンヒルの MGM ナショナルハーバー内、ザシアターで、グレゴリー・コービンと対戦し、初回1分小勝ちを収め、WBC インターナショナル王座の初防衛に、成功した。2019年8月24日、エルモシージョのセントロデウソスムルッチプレスで、 マリオ・ヘルディアと対戦し、3回33秒小勝ちを、収め WBC インターナショナル王座の2度目の、防衛に成功した。2019年12月7日、ディルイアのディルイア・アリーナで、アンディ・ルイス・ジュニア VS、アンソニー・ジョシュは第2戦の前座で、元世界ランカーのエリック・モリーナと対戦し、3回2分3秒小勝ちを、収め WBC インターナショナル王座の3度目の、 防衛に成功した。2020年9月26日、ストルールのストルールアリーナで、アレクサンドル・カルトジアと対戦し、2回1分4秒小勝ちを収めた。2020年11月7日、フロリダ州ハリウッドのセミノールハードロックホテルカジノハリウッド内ハードロックライブで、元 WBC 世界クルーザー級、ユースオージ者ライデルブカート、 IBF インターナショナルヘビー級王座決定戦を行い5回2分20秒 TKO 勝ちを収め王座を獲得した。ありがとうございます。